こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴ありがとうございます。モスクワ郊外のメガショッピングモールやモスクワのプラスチック製造工場やモスクワの食肉加工場やモスクワの鉄道駅で相次いで火災が発生し、またシベリアにある軍用タイヤ工場でも大規模火災が発生しました。12月に入ってからこのところロシア国内で大火災が相次いで発生しています。本日はこのことについてお話します。こちらは12月9日に SNS にアップされました。モスクワのメガショッピングモール7000平方メートルが燃えている映像だといいます。モスクワのメガショッピングモールはシェレメチェボ空港から7キロメートルほどのところにあります。こちらは同じメガショッピングモールが燃えている光景を近くのビルの上から撮影した映像です。こちらは12月9日に SNS にアップされました。モスクワの裏敷きの駅のそばの建物が燃えている映像だといいます。こちらは12月3日に SNS にアップされました。モスクワにあるミコヤノフスキー食肉加工場が燃えている映像だといいます。こちらは12月1日に SNS にアップされました。モスクワ近郊にあるプラスチック製造工場が燃えている映像だといいます。またこちらの映像はシベリア地方のバルナウルにある軍用タイヤを製造している工場で発生した大規模火災の映像です。これだけ大規模な火災が連続して発生している背後に、反体制派や反プーチン派の破壊工作などが存在したのかどうかについてはまだ明らかになってはいません。しかし少なくともモスクワのシェレメチェボ空港から7キロメートルほどのところにあるメガショッピングモールが大規模火災を生じた背景には何らかの放火や破壊工作があったことをロシア当局は疑っているということです。本日の英単語です。Arson, 放火。Russian officials suspect arson is behind a massive fire in the Moscow region, which started early Friday and is still burning, according to local media reports. 地元メディアの報道によれば、ロシア当局は金曜早朝から始まって未だに燃えているモスクワ地域での大規模火災の原因として放火を疑っている。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。